じゃあ私トリックマリさん得意で、うん、参ります。私先行です。よー自己申請することになってますね。もう、トリック、すごく昔からトリックを使ったものとか、まあ、マジックもそうですし、なんでしょう、カラクリ箱みたいなものって日本の伝統文化でありますよね。ああいうのも全部トリックだと思うんですよ。で、NHK の有名なトリックを使った、子供向け番組がありますよね。ピタゴラスイッチ、ああいうね、バクさんのカバンじゃなくて、それ何ね、そういう風にバクさんのカバンじゃない、私のターンだから頑張ってもらっていいから教えてる。そんな感じでサプライズがあって、その後なんか思わず笑っちゃうような出来事を生んでくれる、それがトリックのいいところ。とっくりはね、首まで温めることができるんだけど、本当に人間首を温めるだけでだいぶ体感温度上がるのよ、うん、とっくりをつけると風邪引き知らず、喉も保護してくれます。ありがとうございます。何のありがとうなのこれ、誰に言ってんの。とっくりに、とっくりに言ってんの言うとなんか変わるのこれちゃんと敬意、ありがとう、いつもありがとうっていう気持ちは今でしょ、伝えないと。 ありがとういっぱい言う人あんま信用できないんだ、はい、私のターンです、私のターンです、私のターンです。トリック、トリックはね、昔、まあ、手品とかもそうなんですけど、ちょっとずつでも確実に進化してきてるっていう、これまでの歴史があるんですよね。今見てもどの手品でもどんなトリックでも、はあ、こんなの見たことがないっていう新しいサプライズをくれる、進化するのはトリックです。とっくりはね、いろいろなものを隠すことができます。例えばだよ、こっちに大きな傷がつきました。そう、あのラジオ首ね、首ね、うん、最近マリの友達がこっち手術してから、うん、こっち手術してからめっちゃ傷跡がすごくてボコボコなってるわけ。ちょっとミスったなって感じなんだけど、ね、この子今までとっくりなんて一切着なかったのに、今とっくりばっかり探してるだから洋服も探しやすくなってあ、しおちゃんとっくりあったよってお店の店員さんもこのとっくりなら隠れると思いますって、あ、これちょっとはみ出るねっつって、長めのとっくりありますかっていう、だこうなんていうの、長めのものがあるじゃない、タートルネックグレッて回転させるやつ、ね、それを伸ばしてとっくりとっくりさせることもできますとっくりとっくり何新しい日本語を生んでるんですか。ゲワゲワしほちゃんプラスなのそれは、ね、トリックというドラマがありました。映画にもなったんですよ、阿部寛と仲間由紀恵のやつね、あれね、めちゃくちゃ面白かったんですよ。コメディあり、そしてあの誰も予想つかないトリックありだったんですよ。めちゃくちゃ面白い映画にもなったのはトリックです。マリ全部見たよ、うん、しかも3回ぐらい見てる面白いもんねあれ、曲も鬼塚なわけよ、鬼塚千尋ね、うんうん、そこから始まったよね、月光からね、いいよいいよ、うん、はい、あれ、あったっくりねまさに日本酒飲む時のこのめまりさ、熱燗で飲むわけ。なぜかって言ったら、とっくりから入れるのが好きなのよ、うん、キュッてなった感じ。もう日本ならではじゃない、こういうお酒を入れるものって。だから日本が誇るものの一つはこのとっくりだと思う。あ、これじゃないこれじゃない、あ、いや、強かったのにな、マリ重要なの。いや、もう言ってないんで審査には含まれません、黙っててください。重要だな、マイクのカフ下げますねそれでは審査お願いします今日はタイガの、やったー。だってマリ一番重要なの言ってないもん一番重要なのを言ってない。今聞く？そう、これはね、だからやりたかったけどやってないっていうのはやる気がなかったと同じなんですね。最後に言うと、覚えててください、インターの皆さん、やるつもりだったけどやらなかったっていうのはやってないのと一緒なんですよ。聞く？じゃあ最後に言おうと思ってたのが、うん、強盗にあったじゃない、マリ。強盗ありましたね。そうそうそう、うん、あの時どの時の強盗、どの時の強盗、強盗は1回しか会ってない、後ろから首絞められて、あ、その時の強盗であれって人を殺す時の締め方、多分素人だったんだろうね、うん、上手じゃない人に当たったから、だからこれ本当に命に関わるんだって。でもまあすごい後はついてたんだけど、うん、上手に歩けなくなってたけど、うん、助かったのは多分このとっくり、たっとめたくって違う、あなたの生命力だよそれはだけど今あなたの生命力、トラウマなんだと思う、首絞めるものが苦手なのよ、とっくりとか、そう、ストールとか本当は、アーマフラーとかも、それが嫌
身につけるようにしてるけど、うーん、克服するためにね。トラウマなんだね、うん、あと背後に人がいるのもちょっととっても嫌。嫌いじゃん、とっくりでもともと好きなわけ、好きなわけだけど苦しく感じるわけ、今克服中よね。かでもだから多分命を助けてくれたのはとっくりよね。笑っていいのこれやばい、ちゃん首絞められたら全身筋肉痛になるよね。なんで知ってるの？なんで知ってるの？マリの場合はうまくあのなんか酸素が多分いってないから、もう歩き方がさ足も引きずってからちょっと、ね、そうそうそう、これ盛り上がる続けて盛り上がらないよ多分。経験者の話。ああ違う違う、私もあります、首絞められたこと私の右足が痺れました盛り上がる、これ盛り上がらないよなんでバイオレンスだ、ここ1時だ。バイオレンスじゃないよ罰ゲーム、うん、はいはい、ミッキーのモノマネで今日の敗因を分析して最後は CM 振りまでお願いします。いきます、お願いします。あ、ミッキーだよ。考えてみるとね、僕の敗因は